モーターズ。いつもモーターズチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回、新しい試みとして名車紹介シリーズをゆっくり解説でお届けします。楽しかったらグッドボタンをバチンと押してください。また、コメント欄に感想チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。つまらなかったら容赦なくバッドボタンを押していただけると、今後の参考になります。それではモーターズの名車紹介シリーズ、第1回は 60K セリカ WX。始まるよリトラクタブルヘッドライトに、ブラック塗装のテールゲートやビップリアバンパー。若者受けを狙い、1981年7月2日にモデルチェンジを行った2代目セリカ WX は、スーパーグランドスポーツ誕生をキャッチフレーズに掲げて空力重視のシャープなスタイリングで登場しました。そんな20代の若者層を主たるターゲットとし、80年代初頭に開発されたトヨタセリカ WX とは、一体どんなスペシャリティカーだったのでしょうか？まずは2代目セリカ WX のルーツとなる、初代セリカ WX を簡単に紹介させていただきます。初代セリカ WX はトヨタ自動車の北米市場に向けた戦略車として、1978年に登場したセリカの上級モデルでした。4MEU 型6気筒エンジンを搭載するためにフロントノーズ部分を 180mm 延長するという工法で製作されたことで、当時のジャーナリストたちの賛否両論を生むことに。しかしオーバードライブ付きのオートマチックトランスミッションと6気筒エンジンの相性は良く、スポーツカーというよりはアメ車のシボレーモンツァやフォードマスタングに近い高級グランドツアラーモデルとして、当時人気を得たのです。そんな高級志向であった初代セリカ WX のコンセプトは、スーパーグランツーリスモというキャッチコピーで1980年2月に登場した初代ソアラに引き継がれていくことになります。そして2代目セリカ WX は、ライバルである日産自動車が販売していたフェアレディ Z を見据えた、スポーツカー志向が強い戦略モデルとして開発されていきました。1981年6月、生産者名セリカ WX コードナンバー 520B と呼ばれる車が日本からイギリスノーフォーク州に送り込まれました。そして現在では信じられないことなのですが、トヨタ自動車は新型車の宣伝のために海を越え、英国ロータス社のテストコースに新型モデルセリカ WX を持ち込んで、テレビ CM や雑誌広告などの撮影を実施、ロータスカーズの創設者、コーリン・チャップマン氏にインプレッションを求めたのです。雑誌広告での対談相手は、元トヨタファクトリーチームのエースドライバー、高橋春国氏でした。彼らは高速コースでの道場走行の後、6気筒ツインカムエンジンや5速フルシンクロトランスミッションについて、そしてステアリング機構やサスペンション機構について語り合い、最後にこの車は、リアルスポーツカーだと思う。国際市場の中でも魅力のあるスポーツカーである。という最高の褒め言葉を残し、広告は終了します。F1 の神と呼ばれていたチャップマン氏を、コングラチュレーションズトヨタ、と唸らせたセリカ WX は、一体どんな車だったのでしょうか？1981年当時、新世代の若者に受けることを意識して造形されたスタイリングは先代 WX とは対照的に直線基調のクリーンシャープダイナミックをテーマとして、低く鋭いノーズで空気を切り裂くイメージを追求し、デザインされました。空気抵抗係数 CD 値は 0.35 と、実用的なクーペでは世界的にもトップクラスの値を達成。全長 4660mm、全幅 1685mm、全高 1315mm と決してコンパクトとは言えないボディサイズの理由は、エンジンルームにソアラと同じ 5MGEU 型6気筒 DOHC 2.8L エンジンを搭載するために、ベースモデルのセリカリフトバックのノーズを伸ばして対応したことによるものでした。また、ウェッジシェイプのプロポーションは、基本的に1960年代末のイタリアンスポーツカーデザインを承継しているものと言えます。日本仕様のトヨタセリカ WX のパワーユニットは、オーナーの趣味用途に合わせて2種類用意されていました。1つ目の 1GGEU 型は、直列6気筒 DOHC 1998cc、最高出力160馬力、最大トルク 18.5kg というスペックのエンジン。給排気が、それぞれ2個ずつバルブを持った4バルブエンジンです。スペックが語るように基本的に、高回転高出力型エンジンですが、TVIS という吸気コントロールシステムを備えて低速性能も補っており、使い勝手の良さも持ち合わせています。可動各部をテーマ札化、
加えて極力軽量化して作られているために、エンジンレスポンスも素晴らしいです。また、エンジン整備重量は 160kg で、セリカ WX に搭載するとハンドリングが軽快になるなど相性の良さを感じ取ることができ、高回転エンジンのサウンドと相まって、スポーツドライビングを楽しませてくれる性格に仕上がっています。二つ目の OMGEU 型は、直列6気筒 DOHC2759cc というスペックのエンジン。最高出力は170馬力、最大トルクは 24.0kg を発揮し、トルク重視の低中速域が使い勝手の良い、おとなしい性格のエンジンユニットです。最高出力を抑え気味にして、実用燃費の向上を狙っています。オートマチックトランスミッションとの相性が良く、セリカ WX の北米仕様初代スープラに搭載されたエンジンで、当時のクラウンや初代スワラにも搭載されていたトヨタツインカムエンジン名機の一つと言えるでしょう。当時のトヨタ自動車 CM のキャッチフレーズ、ファンプードライブと、思わずつぶやいてしまうような仕上がりを見せていた2代目セリカ WX のドライビング性能。エンジン回転官能型パワーステアリングは、ロックトゥロックが約3回転の専用ステアリングギアボックスに繋がれていて、シャープなハンドリングを生み出しています。また、四輪独立サスペンションは、初代スワラと同じコンポーネントですがフロントのスプリングダンパー、スタビライザーともにセリカ WX の方が硬いセッティングに。リアのダンパーはスワラと共通でスプリングのみ少し硬めにセットされた一方、リアスタビライザーは1ミリ細く作られています。とはいえもちろん、トレッドの幅やホイールサイズも異なるため、一概には語れないのですが、蒸気サスペンションセッティングの味付けにより、初代スワラと比べて高速走行時のリアの足回りの路面追従性が大幅に向上していることは、当時の自動車専門誌によっても実証されました。そしてブレーキシステムに目を向けると、サーボ付き四輪ベンチレーテッドディスクブレーキが装着されていて、タイフェード能力の向上が図られたスポーツ志向のメカニズムが導入されています。2代目セリカ WX が誕生した1981年は、自動車業界にとってオイルショックや排ガス規制という荒波を抜け、世の中全体が景気が良くなるのではという雰囲気も手伝い、どこか希望を持てる夢のある時代だったと言えます。そんな時代背景の1982年に、少年誌の連載を開始した漫画、よろしくメカドックでは、主人公のメカニック、風見純が決してパワーのあると言えないノーマルのセリカ WX をベースにツインターボ化やボアアップ、のスキットなどでチューニングしていく様子が、具体的に書かれ人気を博しました。そして、セリカ WX というネーミングは2代目の MA60 型で終了し、バブル期に突入した1986年からは北米市場と同じスープラとして後継機の A70 型が登場。その後、ツインターボや3リッターターボエンジン搭載のハイパワーモデルが贅沢に誕生していきました。いかがでしたか？今後定期的に名車紹介シリーズを配信していこうと思っているので、楽しみにしてみてくださいね。ご視聴いただき、ありがとうございました。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。モーターズチャンネルでは、スポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために、僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。